コラーゲン配合マンのドキュメンタリー映画めっちゃすっげーなんです。よろしくお願いします。はい、この動画はですね、私、体験ドキュメンタリー芸人のコラーゲン配合マンが見たドキュメンタリー映画の感想を言うという、まあシンプルな内容でございます。ぜひお付き合いよろしくお願いします。さあ、本日ですね、ご紹介させていただくのはこちらです。桜の木の下。答えがなりますが、監督はですね、田中圭さんというですね、まだ若い28歳の女性の監督なんですよ。そう。舞台でございますが、ざっくり申し上げますよ。内容なんですけども、舞台は神奈川県川崎市にある市、とある市営団地なんです。その団地はですね、だいたいまあ、およそ350世帯の方々が住んではるんですけども、その7割、約7割が、ご高齢の方なんですね。で、まあ、だいたい、まあ、単身の方々です。お一人のね、一人身の、そしてもう、ふるさとも、もう捨てて、流れ、川崎でたどり着いた、そういった高齢者の方々が7割住んでいると。で、今回この映画ではですね、その中からですね、4名の住人の方に、まあ、スポットを当てる。そしてその、それぞれの日常に、3年間密着した、田中監督のこの記録なんですよ。で、僕もですね、最初はもうそういった内容を聞いていて、重いテーマかなと思っきゃ、笑いが、絶え出てくるぐらい面白い映画になっておりますよ。まあ、キャラクターみんなすごいんですけど、そんな突出してるのはこちら、岩崎美晴さん、71歳の方なんですけども、まずですね、まあ、家が、まあ、俗に言う、ゴミ屋敷なんですよ。で僕もですね、去年名古屋のゴミ屋敷のお父さんをね、一回取材させてもらったことありますわ。で、大概そういう方っていうのはですね、これはゴミはないと、大事なもん、これは資源なんだと。このアルミも全部は、もう、空き缶も全部これは、資源なんだと。ゴミ屋敷ではない、資源屋敷だっていう、そのお父さんがずっと訴えてはったし、大体それ以降に出てきはったゴミ屋敷のお父さんも報道を見ていると、これは資源だって言ってはる人が多かったんですけど、ビバリさんは違うんですね。監督さんを招き入れて、ゴミ屋敷ですけどどうぞって言って。土足でいいよ、土足で。ゴミ屋敷だから。ゴミ屋敷だから。これ息子に内緒よって。映画出とるかな、っていう話なんですけど。キャラクターしてはりますわ。でね、大事な写真とかは、棚のね、上に、これ、まあ、ちゃんと置いてあるんですけど、その前に、もうゴミ袋の山ができてるもんだから、そこ、たどり着くにはもう、ほんと登山のように、こう、登らん高岡さん、ガーッ、ガーッ、登って、こう、写真を撮って、ガーッ、戻ってきて、うちの旦那、まあ、そうなんやろうけど、もう、差し出された感じも、なるわ、ほんと、息子が母の日にくれたカビキラーって、カビキラー持ってあったりね、面白いんですよ、いいキャラクターしてはります。そしてね、映画の中でね、何度となくね、編み物をしてるシーンが出てくると思うんですけども、この編み物をね、やっぱりこだわる人なんですね。大体ね、僕がその名古屋で取材させてもらったお父さんとかもそうでしたけども、ものすごくこだわりを持ってはる方が多いです。アーティスティックなんですよ。そういう方っていうのはね。うん、だから、このビバリさんもそうで編み物をずっとこうやってるでしょ。うん、そうすると、もうほぼ完成してる。もう、あといよいよ最後でも完成やっていう時に、違うドゥルってこう、ほどいていくはるらしいんですよ。それをずーっともう完成するか思ったらほどく、完成するか思ったらほどくを繰り返して、結局3年間でマフラーできなかったらしいですよね。だから、よく見るとですね、映画の中でそのマフラーをずっとこう、編んではるシーンはたびたび出てきますけども、全く同じ毛糸使ってるんですよね。そこもちょっと見ていただけたらと思うんですけれども。ね。まあ、そんなでも、岩崎さんが、このマフラーとは別にね、手袋を編んで貼った時期があってですね。で、それをですね、まあ、出来上がって、まあ、3年間密着してるとね、その田中圭監督と、まあ、言うたら、まあ、28歳の女性、もうお孫さんみたいな年じゃないですか。うん、だからもう、ビバリさんも仲良くなったみたいで出来上がった手袋でね、圭ちゃん、これ、よかったら手袋、出来上がったから、これどうぞ使って、って、あ、どうもすいません、ありがとうございます。いやいや、ね、もう片一方、今から作るなって、片一方、欲しかったに渡してない。面白い方なんですね。そして強烈なキャラクターの、岩崎美晴さん。そしてそんな美晴さんにですね、献身的に尽くしてるのがこちら関口さん、79歳。
ちなみに、岩崎ビバリさんは71歳なんですけどね。8つ年上。そして、下の階の、下、真下の部屋に住んでるのが関口さん。面倒見がいいんですよ。ほっとけないんですかね。一緒にですね、ゴミを出すのを手伝ってあげて、一生懸命もう散乱している部屋をですね、掃除してあげたりですね。そうかと思ったらですね、ここのね、団地は、お風呂がないんですよ。お風呂のスペースはあるんだけども、釜は自分で釜とあかんらしいんですよ。ビバリさん持ってないね。だからもうええうちへお風呂を入りに来なさいって言って、入れてあげたり。で、これはシーンにもあります。映画のシーンにもありますけど、お風呂上がりにですよ。髪の毛を後ろからね、もう関口さんがこう、とか拭いてあげて、まずは我が子の娘に対して、接する母親かのように、ずっとそういうのを献身的にやってあげはるんですよ。もう何やったらですね、ちょっと体を体調悪くされた時なんか、お医者さんからビバリさんがね、体重太ってありませんよ、絶対太らんようにと言われるわけですよ。もう絶対に、もう太らしたらあかんと思った関口さんはですね、もう毎日のように体重計に乗らしては何キロかっていうのを自分がつけていったっていうですね。もう尋常じゃない愛の降り注ぎ方をされるわけですよ。まあそれにはね、まあビバリさんもやっぱグッと来たんでしょうね。これもシーンである映画の中で出てきますけども、関口さんには義理がある。もうほんまにゴミ屋敷やないや言うてみんなから出ていけわーってここの団地の人に言われてる時に、唯一一緒にご飯食べようとか、お風呂入っていきとか、もう手を差し伸べてくれたのが関口さんやった。その関口さんがもうほんまにゴミを片付けなさいって言ってるから、私これは守らなあかん思ってんねん。絶対これ綺麗にすんねんって泣きながら言ってるシーンがあるんですけど、掃除をしないんですよ。これがまたビバリさんのところ、やっちゃうところなんですよね。子供みたいですわ。もう約束したけど、守れないっていう。それでも関口さんも怒るわけですよね。ドドドーンって降りてきて、あったもう約束が違うないのゴミ出す言うたっしょーって言うて、バーッすごい劣化のごとく怒られるシーンが出てきます。喧嘩が始まるわけですね。それに対して、ね、ビバリさんが、ごめんなさい、すいません。謝るのかと思いきや、じゃあ、絶好だどういうことやと。まさかの逆切れを、ここで、してしまうはるわけなんですよね。これ、普通に考えたら、なかなかありえないことですよ。もう散々お世話になった人がですよ。ね、しかも自分が約束破ったから怒るのは当然ですよ。それに対して、絶好だ!なんでや!って怒るのは、筋が普通は違うんですけどね。ただでもね、わかる。そういう時あります、僕も。やってますよね。もうむちゃくちゃやっていうのは分かってるんですけどね。僕もそうですわ。ね、社長の田部さんにそういうことをやってしまうときありますよ。僕だからどこの事務所も全然相手にしてもらえなくてね、唯一拾ってくれたわ、本舗に、ね、食べ始めが拾ってくれたのにね、自分でやってるね、インターネットの番組にゲストで田部さん来てもらって、ほんならですね、僕よりももう前に出て田部さんがわーわー、僕の番組やけど確かにわーって、その日はたまたまわーってこう、喋ったのは喋ったけど、別にそんなどうでもいいですよ、そんな散々世話なってんやから。許せないんですよ。カチンと来たんですよ。やがしゃあないですよ。ね、なんで俺目立つんやと思って、生放送中にですね、すねって15秒黙ったんですよ。全体未聞ですよ。芸歴28年目、46歳、大の大人、大ベテラン芸人が本番中にカチンと来て嫉妬して15秒黙るっていうね、無視をするっていう。しっからね、僕はね、このビバリさんの気持ちがわかるんですよ。私の中のビバリがおるわけですよ。いや、だからこれ人間の業やな。もうむちゃくちゃなんやけど、ちょっと僕なんかちょっとそこでまた愛おしく感じてしまうぐらい、気持ちがガーッと入ってしまう。わかるなっていうのもあるんだけど、やっぱすごいのは関口さんですよ。そんな、わけのわからん理不尽な切れられ方、突然、まさかの絶好宣言をされながらですよ。なのに、関口さんは、またしばらく、冷却期間を置くと、どうしてるって言って、部屋を訪ねはるんですよ。もう、これはですね、監督もね、びっくりしたって言ってありました。そっともう、なんだろうな、この、関口さんはもう、私がいないともう、彼女はもう、やっていけないだろうっていう、それぐらいのすごい使命感を感じた、その時にっていうのをね、監督さんが言ってありましたけども。
ただね、確かにそれは間違いないと思うんですよね。ビバリさんは、関口さんがいないとやっていけないっていうのは事実かもしれないんですけども、ただね、この関口さんのことで言うと、旦那さんを十数年前に亡くさはったわけですよ。そして、その後、旦那さんがずっと可愛がっていたインコがいるんですけど、このインコのターちゃんっていうのが、まあ、関口さんにとってはもう旦那さんの生まれ変わりみたいにこんな感じでね、関口さんはもうこの旦那さんを失ったからに、このターちゃんをずっとまた本当にもう可愛がるわけです。で、そのターちゃんもこの映画の中で、残念ながら亡くなってしまいます。実はそのタイミングで岩崎さんと出会ってます。そのタイミングで岩崎さんと仲良くなってるんです。ということは、岩崎さんは関口さんがいないとやっていけなかったように、関口さんにとっても岩崎さんという人がどうしても必要やった人なのかもしれないなっていうことも感じたりするわけですよね。まあ、この二人の関係性というのが一つの軸となって、この映画は進んでいくわけなんですが、この映画のいよいよ後半ではですね、この二人の関係が大きく動く出来事が起こります。さあ、どうなるのかっていう、そこら辺はもう現場で、劇場で見ていただければと思いますが、前編を通して、感じるところ、これ皆さんもお気づきになるかと思うんですけども、4名の方々がですね、カメラの前で監督の質問に対してですね、もうすごく生き生きと答えてはるんですね。これはですね、もう多分、スクリーン越しにも伝わると思うんですけど、例えば、このおばさんって言うんですけど、おばさんはですね、植物を植えるのが育てるのが好きでっていうのを、ほんまにもう、本当に嬉しそうに喋るんですよ。そうかと思ったら、このカバナさんっていう方はですね、若い頃、作家をやってて、舞台のね、演劇の脚本を書いたりしていたわけですよ。で、また何十年ぶりにちょっと書いてみようって言って、バーってこう書くんですけども、書けなくなっちゃうんですよね。若い頃みたいにもう書けなくなって、で、そのことを、いや、ほんまにつらいわ、もう全然かからへんなってもうた、芝居全然できへんなってもうたっていう時は、ほんまにもう追い詰められた表情で、あかん、つらい、どうしようっていうのをカメラの前に語りかけてるんですよ。すごいですね、感情の引き出さし方が。これはね、僕は田中圭マジックだと言っていいと思います。監督に会った時にこれを聞いたんですよ。何を一番重んじましたか、取材の3年間で。聞くと、まあ、撮影終わってからの時間を大事にするようにしましたと。時間を使って、本当に皆さんが何を望んでるんだろうかっていうのを、ずっと、探っていったと。そうするとね、やっぱりね、何もない、何気ないね、一緒にお茶を飲む時間とか、一緒に食事をするとかね、たわいもない世間話をする、そういうことを望んでたっていうことが判明するらしいんですよ。だからその時間をものすごく重んじて、大事に、そういう一緒にいる何気ない時間ですね。もうそういうのを、一番大切にしましたと。多分これだと思うんですよ。それがスクリーンの映ってない部分にあるから、スクリーンですごく喜怒哀楽を4人とも、ものすごく生き生きと悲しみも喜びも孤独も語っております。これはですね、一つのこの映画の特徴ではないかなと思いますね。まあ、見て、いただいて感じることはですね、それぞれ違うと思いますわ。こうあるべきだ、この社会は、こうあるべきだ、っていうようなことは、一切、この映画では、メッセージ的なものは出ておりません。逆に、好きなように感じていい作品だと思いますわ。ね、自分の老後と重ね合わすこともあるでしょうし、僕みたいに、うわ、わかるわ、ビバリさんのそういうわけのわからん人間の子、俺もあるわ、っていう重ね合わせ方もあるかと思いきや、ね、もっと若い人とかは、自分のおじいちゃん、おばあちゃんに会いに行ってみようかな、とか、もうそんなんなんでもいいと思うんですけども、広い世代の方に、いろんなものを感じていただける作品だと思います。ちなみに、このタイトルの桜の木の下ですが、これはその CAA 団地の隣にある大きな桜の木なんです。その桜の木はおそらくずっとこの皆さんの人間模様を見ていたのであろうという、まあ、ある意味この桜の木目線で見た映画とも言えるのではないでしょうか。この桜の木でございますが、4月の2日、ポロポロ東中野で、上映されます。ぜひご覧ください。どうぞ。